日本でやってきた、今まで教わってきた野球に、まあもちろん自信も持てたんですけど、なんとなくこうそれが気づかないうちにおごりになってたりとか、まあそんなつもりは自分ではなかったですけど、やっぱりこう普通にやってればここでも通用するんじゃないかなって勝手に思ってる、自分はいたんじゃないかなっていうのはあるので、あんまり人に相談するの好きじゃないので、あんま普段あんまりこうコーチのとこに行って話したりとかっていうのをしないんですけど、ましてや一郎さんに話を聞くなんていうのは待ってはならないというか、まあ僕ぐらいのこう選手がこういいのかなっていうのがあったんですけど、じゃあビデオ電話でこうマット持ちながらやろうかみたいなこと言ってもらったんですけど、で最初あじゃあお願いしますということで、まあ、ただよくよく考えて、まあ、お願いしといてこうビデオ電話はないかなと思ってやっぱこれ自分で行くべきだなと思って、マット一本持って家にお邪魔して、まあ技術的なこともすごい話もしたんですけど、まあその時に言われてこうすごいこうああと思ったのは、やっぱこう自分の才能というかやってきたこととか自分の持ってるポテンシャルとかそういうのをもっとこう信じた方がいいよっていう、もしかしたらこう自分がこう欲しかった言葉だったんじゃないかなとは思うので、まあそこはすごいこう いいきっかけにというか変わるきっかけにはなれたんじゃないかなと思いますけど、まあ、1時間ちょっとぐらいやらせてもらって、まあ、最後4キルもらって帰ってきました才能って何なんだろうなと思った時に、何も最初から野球が上手かったわけでもないですし、僕より野球の上手い選手をたくさん見てきたので、まあ、ただそこでやっぱ自分じゃダメだよなと思うこともなくて勝っていけばいいんだなと思う、まあ、そこはいいところだと思ってるので、じゃあこう上手くなるためにどうすればいいのかなって